ただしカーボンニュートラルの推進はもちろんなんですが、地域にお住まいの特に高齢者の生活を守るという仕事をさせていただいてます。家電製品からそれこそ電球1個の取り替えやリフォーム、住まい丸ごとお客様の生活を守るということを今やらせていただいてます。電気自動車用の充電設備で、機械は V2H と言います。充電と非常時には非常用電源として取れる機械になります。電気工事士第2種第1種等が必要になります。費用の免除だったり対策の講習会等は会社負担いたします。お客様のお宅で何かトラブルがあった時に、すぐに駆けつけて状況の把握でしたり、家電が壊れていた場合は修理だったり取り替えのご提案というのが仕事になります。お客様から直接ありがとうの声を聞けるっていうのが本当に嬉しくて、見かけていただいたら声かけていただいたりして、地域というかこのお客様をもっと幸せにしてあげたいなというふうな気持ちによりつながりますので、そういったところがやりがいになります。お客様が困ったことがあったらまず駆けつけてあげて安心させてあげるっていうのが本当にもう第一、家族以上に家族になるっていう K-DIC の目標に向けて、家電の勉強であったりとか、電気の勉強をしていって、お客様のニーズにしっかり応えていけるような頑張っていきたいと思います。我が社では経験資格一切不問にしてます。知識とかはですね、後からいくらでもつけられるので、お客さん喜ばしたい、元気にしたい、そんな人たちを求めてます。僕たちと一緒にいい地域を作っていきましょう。